大量なり立って笑って旅をして今日はですね、はい、山梨県のご当地名物、はい、信玄餅のね詰め放題があるとのことで、はい、朝8時ですね、もう来ております。はい、行きましょう。行きましょう。ちょっとめちゃくちゃ並ぶらしいから。急げ急げ行け。1個でいい？1個でいいよ、全然いいよ。あっちもなんかいっぱいある。もうあっち行くぞ、あっち行くぞ、急げ急げあ、なんかここにもあるドラえきみたいなのある。こういうのあると全部食べちゃうからダメだね。ダメだよ、もうやばい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 、やばいやばいやばい。え、超ふわふわ。え、なに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 、お前入れすぎやろ。お願いいたします。66円。え、安い。ほい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 全部美味しそう。大変、こんだけでよかったのか。いや十分だろ、よく見ろ、結構あるぞ結構入ってるから一人で来てたら大変なことになる。なあ、俺が抑制せんともう爆買いだよ金大量なり爆買いしてるやんけ。そんなに買ってないよ。まあ出会ったけど、そんなに買ってないよ。なんだこれ。お菓子で作られてるんだって。マジか。そう、白あんともち粉と上新粉入れて練って作られてるんだってこれ。元はじゃあ白あんってこと。そう、だから食べれるらしい。食えんのこれ。そう、半端ねえ。これってかやばい。お腹にも食べれるのかな。すごいな、これも食べ物、お菓子。まあお菓子ってことかな。奥深いこと。この上にこれは違う、これはおそらく違う。食欲の化身だな今日は。4つ進めて390円で持ち帰れるの、しかもこれは当日のつきたてのお餅が食べれるらしくてね、事前情報調べてたのに、さっきアウトレットで500円で買っちゃった。あれまあやっていい？え？やっていい？これ以上いらんさあ、というわけでね、お昼ご飯なんですけれども、全国的にも有名なデカ盛り料理店に来ました。山梨県屈指のデカ盛りみたいな。めちゃくちゃビビってるんですけど行こうと思います。ここコンちゃんがご飯行っちゃったので、私もパーティーします。食べ過ぎないようにって怒られたけど、さっきすでに。これからかな。おー、すごい、なんか高級そう。厳重、高級かこれ。すげえ。あ、これはすごい。きな粉がもう出ちゃってる。おお、なんか2つ取れちゃった。いただきます。生クリームも上品、あんこめっちゃ美味しい。
めっちゃ美味しそう。やばいな、テンション上がるな、これ。あ、写真撮り忘れた。あ、おー、うん。